はい、どうも、はじめましての方は、はじめまして、他の動画をご覧くださってる方は、今回は、コールオブデューティブラックオプス3、チームでファッチプレイしてまいります。猫です。ステージがコンバインで、で、今回は、最後のアサルト1本、M8 の紹介、お金でやってまいります。M8、最後のアサルトライフルで、4点バースト。威力は低いんですけど、4点なので、基本的に全弾当てれば敵は殺せるって感じですかね。ワントリガーキルできます。で、私のお気に入りなもんで、もう金迷彩にしてあります。では、開始。じゃあ、先制左取って、こっから来るところを。フラッシュ版は効かない。グレネードも効かない。みんな散っちゃってる。どうしよう。ああ、一人脱出した。ただ、あと二人控えてますよね、それ。見てる限り、そっちは平気そうかな？おお、びっくりした。来てたか。M8 さん、まあ、今ちょっと前段当てきれてなかったんで死んでなかったんですけど、基本的に弁弾が当てれば死ぬような感じの武器になりますかね。まあ、こんな感じなんですけど、あー、向こうにやられたんだけどな、ね、スネーク。なかなかね、弁弾が当てきるのが難しいかもしれませんが、うまくいけば倒せるっていう感じですかね。そんな、だからエイムは綺麗な人武器の武器かもしれませんね。あんまり気になるようでしたら、今も私みたいに一応2トリガー引くつもりぐらいで。で、徐々に徐々にね、トリガー数減らしていくっていうのもいいかもしれませんね。ちなみに今回構成はストック、あ、やべ。来てたか。ストック、リフレックス拡張マガジン、こんな構成になっております。大丈夫？ OK。 わあ、攻めづらいね、今のところは。こっちは OK。 オンライン。で、一応今回はスペシャリストは、ファイフを選んであります。最大の射撃効果を確認。まあ、ある程度のスペシャリスト結構使い切っちゃったんでね。 UAV 命令待機中。もうここからは私の得意なものでいこうかなと思っております。よし、UAV。 処理完了。わあ、後ろ！あれ？味方？ あ、撃ってるか。壁走りしたね。あれ？死んでない。危ない。うえぇ、ガン見されてた。敵のケアパッケージ、空域に侵入。あ、敵 UAV。はい。敵がライトニングストライクを出撃させようとしている。ああ、プラマンズが。敵、ライトニングストライク設計。おっと。うわあ！あ、巻きたか、今。マジか。なんで後ろから生まれてんの、それ。えぐいなあ。ああ、プロフェットを処理。ゲイ、上になんかいるね。ナイス。
こんにちは。スキャニング。こんにちは。生体組織は活動停止。あら。いらっしゃらん。フラグ接近解除。UAV、準備。フラグ。え？ああ。ダメだったか。当たってくださいよ。失敗した。なぜかね。またエグいわけしてるのかな？これは。危ない危ない。ちょっと待って。これは、ここに入って、しめしめ。なんだこうやってね。あれ？俺が予想してた展開と違うよ、と。はい、言っていい。はい、ナイス。なんとか後半サイフで成功したね。というわけで、M8。綺麗にエイムが決まると、簡単に倒せるという。エイムがとても重要な武器になりますかね。ちなみにこれでアサルトライフル最後なんですけども、まあ、ちょいともう一本、この後は予定してるものがありまして。なので、このまま2本目の方をどうぞ。はい、どうも。というわけで、前回 M8 を使ってチームデスマッチやってまいりましたが、今回はおまけ編で、ま、ハンドガンを使ってチームデスマッチ、ハンドガン3種類をね、使ってチームデスマッチプレイしてまいります。一度死んだら切り替えるような感じで、まず最初に使うハンドガンは MR6、セミアートのハンドガンになりますかね。これを使ってまいります。一応、構成は、エロサイトにクイックドローです。よかしい。というわけでね、まあ、フリーホールでやった方が良かったかなと思ったんですけど、まあ、そんな自信がないんで、ちょっと、今回は、G デスでやらせていただいております。ダメだった。二人来てたね。滝浦気づいてくれてるかな？それ。気づいてない。見てない。そっちの方向。まずいよ。敵を撃破。一人？脅威を排除。やば。後ろに湧いてんの。オッケー。いやー、逃げてないか。じゃあ、こう、はい。あ、間違っちゃった。先に、Lカー選んでた。まあ、いいか。Lカー、こっちはフルオートで、BO2 で言う、何だったかな、あの武器。カッパさん？いや、この水に潜ってる行為のこと言ってんじゃなくて、カップ、CAP ってあの、前 BO2 にあった武器、これの、近未来モデルと思ってもらえればいいかと思います。とりあえず、奇襲仕掛けに行かないと。あれ、潜れない。ダブルキル？おわっ！やれねえか。じゃあ今度は、ハンテンバーフと RK5。これを使ってまいりましょう。そこにいるね。そこで、顔出しは難しいかな。オッケー。3人目。はい、オッケー。で、サイフが溜まったから一人二人多分これで裏リップ。え、OK？ もう一人湧いてるはず。 OK？ ヘルストームスタンバイ。あら、こっちから来てるわけない。
終わったね。よし、ヘルスト。えい、プーキル。ロジャー。やばいやばいやばい。あ、これ、勝てるかい？ナイフ。ちょっとさすがに自殺するってわけにいかないからね。ちょっと、ここだけ他人の武器をいただいておきましょう。うわぁ、負けたか。じゃあ今度は、あ、やべ。先にエルカ選んじゃった。まあ、こっちをもうちょっとやっぱりましょうか。うん。あれ、いるじゃん。びっくりした。エルカーね、威力はすごい。あと、集団戦もいいです。ただね、そんな何にもかんでもやれるってわけじゃないので。危ない危ない。カッパでも窒息死しちゃう。定期的に空気を取り入れていって。あ、負けたー。じゃあ、今度は MR6。MR6 がね、なかなかちゃんと当てれる分には強いです、こいつは。あー、これ逃がしたくないんだけど。うえぇ、一人だけ？多分まだいるんじゃないな。うわっ！あー、止めたんだけど、やっちゃったか。まあ、しょうがない、しょうがない。引きプーキー MR6、今度は。大丈夫？それは。一人やられたね。オッケー。彼がガトリングで上見ててくれてるから、今の間に、俺は、接近戦を仕掛けていこう。あ、ごめん、取っちゃった。オッケー。で、あ、やばい。潜りたい。ここに入りたい。なんか、プシューってすげえ音してるから。はい、いらっしゃい。うわぁ！これ、ダメか。あ、クリアしとこう。クリア RP5 で。MR6 は単純にほんと強力なの。ちなみに、こっちは、前やりましたがね、シェイバーっていうアファルト、単発アファルトと違って、ちゃんと自分でその指切りした分の速さで撃てるので、とても強いです。まあ、要するに、その分、弾の消費も早いんですけどね。今回、スカベンジャーでもよかったかなと思ったんですけど、まあ、せっかくハンドガンでプレイなんで、トラッカーとかいろいろと使わないものを使ってみようかなーって気分でやっておりますわ。ウォーマシン停止。で、このままこっちから突入して、この音は何だ？バルトかな？だったら組んで来ていただいて構いませんけども、えい、ちょっと待って、こっち側じゃない、あ、みんな向こうとか、スーチー敵 UAV 接近。あれ、プシュって言ったけど。HCXD 確認。この遠距離はやれないか、さすがに。UAV を生かしきれ。UAV 接近。友軍 HCXD 接近。どけ。あん。サンプリラーズ。ここに来た。でも一瞬合わせた。マジで。UAV スタンバイ。やべ、あと3トリ。バッ。
マントルガーズか。いや、ポッチ、おっ、ポッチ。最後、あとエルカーが使えたら使いたいけど、使う暇はなさそうかな。オッケー。最適な手を導き出しました。ちょっと時間かかっちゃったね、やっぱハンドガンだから。これも危なかったね、この人出てこなかったら死んでたな。はい、オッケー。というわけで今回は MR6 とあとおまけでハンドガン MR… あ、違う、 M8 アサルト1本とおまけで MR6 L カー MR5? KR5 だっけ、ハンドガンを使ってプレイしてまいりました。M9 に関しては前お話した通り、エイム次第で強くなる武器。で、今作ハンドガン強いんで、まあ、たまになんかお供に持たせてみてはいかがでしょうか。それでは、また。